こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。まあ日々こう仕事してて、まあ体調ですかね。体調のいい時と悪い時と、まあその日によってね、まあ違うわけですけれども、まあ若いうちはね、やっぱりスタミナがあるからね、まあガーッといっちゃうけど、やっぱりね、こう年齢重ねてくると、やっぱりその日その日のこの体調っていうのはね、とっても大事ですよね。それでまあ体調のいい時っていうのはね、まあ気分もいいし、なんか、見通しもいい感じで、まあなんていうのかな、まあいい感じだよね、気分としては。ただね、この、調子のいい時と、じゃあ調子の悪い時、まあ調子悪いっていうのをね、私の場合にはこの、まあ、体調っつっても、どっちかっていうとこの体のね、どこがどうっていうよりも、まあ精神的な部分かな、こう内面的な部分ですよね。それで比較的こう内面的な部分で、まあ気持ちが、まあ煮詰まり気味っていうんですかね。やっぱりこういろいろ疲れてると煮詰まり気味にはなってきますよね。それから睡眠不足とか、まあもろもろそういうね、要因が重なって、まあね、まあ、体調も、体も心も、まあこうね、まあなんていうのかな、こう落ち込んでくるわけですけれども。ただね、この落ち込んできた時はね、普通あんまり良くないっていうふうに思うんだけど、必ずしもそうじゃないんだよね。やっぱりこうね、物事をね、落ち込みがちな時ほど物事の本質っていうのかな、そういうところにこうなんかこう近くなっていくっていうんですかね。で、調子のいい時はね、まあね、こうパッとこう視野は広くなんだけど、まあどっちかっていうとこう浅めかな。まあ調子がいいから何でもかんでもね、なんかこう全てこうできるような錯覚に陥っちゃうわけですよね。でも何でもかんでもね、そんなんできるわけじゃないから、やっぱりこう実際ね、こう実際にできるという、まあ現実からすると、調子のいい時っていうのは比較的だから、こう、現実と少しこう乖離してるっていうのかな、やっぱりこう離れ少し距離があるのかもしれないね。これ心理的な部分だからね、とっても難しいんだけど、まあ私の場合はなんかそう感じんだよね。それでこうちょっとね、落ち込んでいる時は、だからこう現実にこう近くなっていく、実態に近くなっていく。だから実態っていうのはね、やっぱりなかなかね、やっぱり四角いのは四角いし、丸いのは丸いわけだから、やっぱりそれをね、やっぱりね、あ、やっぱり四角なんだっていうふうに、実際にね、感じ取ってみて、でそのね、四角に対応しなくちゃならないわけですよ。ね、だからこう何が何でもそれに対応するっていうふうに、こう何て言うのかな、こう心が深く、まあなっていくわけですけど、だからまあ何が言いたいかっていうと、まあ調子のいい時と悪い時と両方あるけども、いい時が必ず全ていいわけ、丸で、悪い時がね、三角とか×でいうわけではないなっていうね、そういうこう一つのやっぱりこう、これもまあバランスっていうんですかね、いい時ばっかりっていうのはまあありえないし、またあったとしてもね、おかしいし、それからね、沈んでる時ばっかりもね、ずっと続くわけがないし。だからやっぱりまあできるだけこの自然のね、一つのこの心のありように任せるっていうのが、まあ
なんていうのかな、それに対する一つの対処の方法かなというふうに思ったりしております。皆様どうですかね、いつも調子いいですか、それともなんかいろいろね、何もないってことはありえないからね、誰も。まあそんなことで、日々また現実と向き合いながらやっていきたいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。